ヤクルトの村上選手が5打席連続ホームランというのも記録したんですけど、落合さんから見られて今の村上選手、どんな選手になりましたか？状態はいいね。で、風格も出てきた。どっしりした構え方っていうのは、一長一短でできるものではないだけにね、ちゃんと打席で触れてるっていうことが結果につながってるんだろうと思う。まして NPB 史上初めての5打席連続22歳の40本っていうのは、それは記録的には過去に出したことないだけに素晴らしいもんだなとは思いますね。もしかしたらこのまま三冠王もなれるんじゃないかっていう勢いもあるんですけども、可能性はあると思いますよ。22歳での三冠王見てみたいね。そんな記録が破られるごとに過去の選手の名前が出てくるってことは喜ばしいことだよ。違ってきた。あそこまで堂々と打席に立ってるっていう姿は春先はなかっただけにね、それが数字とともに自信になって、体の表現として出てきたんだろうと思う。数字が残せなくて、形でというのはなかなか難しいんであってね、数字がなせる技ですよ、これは。ホームラン、打点は今のままなら、いけるかなと思うんですけども、そこはほぼ20丸でしょう。まして20本くらい差あるのに、片方が40試合で20本打つというのは至難の技なだけにね、それと打点も20ちょっとくらい差が開いてるってことは、そこはほぼ確定と言って間違いないでしょう。自分の形を崩さないことですよ。ホームランはもう確定だから、じゃあヒット狙いに行こうっていうふうになっちゃうと、自分のバッティングが小さくなってね、ヒットなるものもならなくなってくるんで、今のままで打席立って打ってれば、可能性はあると思います。史上最年少三冠王っていうのは見てみたい、誕生しました。見てみたいと思いますよ。そしたらまたそれを破ろうとする若者が出てくる可能性はなくはないだけにね、そうやって野球界の歴史っていうのは塗り替えられていくんで、願わくば王さんの868本も塗り替えてるだけの気構えを持っていけば、とてつもない選手になるんじゃないですか。